はい、それではね、こちらウールジョーゼットの、二重折りストレッチのね、紹介になります。はい、でこの生地ね、非常にこう珍しい特徴がある生地なんですけども、まずね、このウールジョーゼットってね、皆さん分かりますかね、非常にこうウールでもこうサラッとした質感なんですよね。繊細な糸で織り上げた非常にねこうサラッとした質感が特徴の生地なんですけども、それでねこう二重折りに、ね、こうなってるんですよね。なのでね、割とこう肉感もあるんですけども、ウールジョーゼットならではのこの柔らかさもね同時に体感できるということで、これはねすごくねこうクオリティもいいしね、なんか生地自体もねこう楽しめるんじゃないかなと思います。決してねなんか厚ぼったい感じじゃないんですよね。厚みがあるんですけども、こうからさらっとした質感、それはウールジョーゼットならではのね、こう繊細なねこう織りから生まれた質感になるんですよね。はい、で素材もね 100% ウールになりますので、すごくね素材感もクオリティもねいいと思います。ウールってよく私説明するんですけども、厚ぼったいっていうかね、こう温かみのあるタイプのウールとね、こうスーツのようなサラッとしたね質感の、ウール2つに分かれるんですけども、これはね本当にこう表面がサラッとしてね、繊細なね肌触りを楽しめるタイプの、ウールになっております。はい、であとねストレッチということで、若干こう伸縮性も楽しめると思います。これはね弱ストレッチといって、ストレッチをそこまで強調するタイプではないのでね、自然なストレッチをね楽しめると思います。それがね着心地にねこう比例してきますのでね、ぜひ参考にしてみてください。で厚みですね、ごめんなさい、ちょっとね厚み具体的な感じで説明させていただきますと、やや厚手ぐらいになりますね。すごく厚いわけじゃないんですけども、程よいこう肉感のあるやや厚手のタイプの、厚さですね。で洋服で言ったらね、アウターだったらジャケットですかね、シンプルなね。であとお洋服全般でもいいと思います。そこまでねこう厚苦しい感じの素材感じゃないので、お洋服全般にもねこう使えるような程よい肉感の厚みだと思いますね。はい、で次ドレープを見ていきましょう。柔らかいのでね、こんな感じでね厚みが程よくあるんですけども、ドレープが、ちゃんと効くっていうところも参考にしてみてください。はい、で最後にね生地幅なんですけども、こちらね145センチありますので、洋尺余裕持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。シックなワンピースを作ってみました。こちらはですね、まず襟ぐりが緩やかな U ネックになっているのが大人の、ね、女性の雰囲気で着ることができるんじゃないかと思います。とても素敵なネックラインになっております。そしてお袖もこちらはね、肩から結構落ちてるドロップショルダーになっているんですね。なので着やすいタイプになっております。デザイン性もねありますよね。ね、そして、ゆとりもねこちらたっぷりしてるんですね。胸幅結構広めになっていて、ゆったりサイズになっております。なのでねとても着やすい、デザインなんですけれども、胸幅かなりゆったりしてるけど、裾にかけてちょっと狭くなっているんですね。なので着ていただくとすっきりとしたシルエットで着れるねワンピースになっております。でこうしてワンピースなのでね、1枚で着ていただいてもいいし、下にねパンツとか重ねていただいてもコーディネート楽しめるんじゃないかなと思います。ね、今回ウールなんですよ、こちらが。でウールなんだけど着足があるものではないので、表面もこうサラッとしているタイプなんですね。なので結構長い間ね季節を着れるんじゃないかなと思います。で今回ワンピースを作ってみましたが、こうスカートとかパンツ、あとジャケットとか、あとコートとかも素敵に仕上がると思います。で普段のね普段使いからこうちょっとフォーマルな場面でも使えるんじゃないかなと思います。ぜひね、いろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。